こんにちは、YouTube の投稿の方で先にお伝えさせていただきましたが、今日からまた再開することにしました。少しね、休んでもいいのかなと思ったんですけども、一日でも休むと、個人的にですね、情報の整理がつかなくなりますし、あとは単純に何もしないとね、いろんなこと考えてしまうんで、とにかくね、やることを詰め込んだ方がいいんじゃないかと思ったんで、今日からね、またやることにしました。で、機材もね、ほぼサブ使ってるんで、今まで通りにはいかないかもしれないですけど、試しに見ていただけるとありがたいです。あとね、応援の声でね、本当に救われました。それがなければ、まずここに行き着いてないんで、本当に感謝してます。ありがとうございます。あとこれもね、投稿の方でお伝えしましたけど、投げ銭にね、すごいもらってるんですけど、私は大丈夫なんで、お金は大事に、自身とか身の回りとか、身内とかに使ってあげてください。あとね、今回盗まれた資金と犯人の動向に関しては、まだ諦めてないです。資金がね、戻ってくる確率はほぼゼロだと思いますけど、犯人逮捕の可能性はね、まだあるんじゃないかなと思って、そっちに向けて動いてます。今までのね、事例を見る限り、ハッカーやスキャマーが逮捕された経緯ってね、大体世間的に大きく話題になって、よく見る海外の専門の分析チームが動いて、そして国が動いて身柄を確保するという流れだったと思うんで、まずね、影響力のある、主にハッカーを追ってる海外勢に今コンタクトを取ってます。影響力の大きい調査チームがね、いつも取り上げるのって、いつも数千万ドルとかね、すごい規模のものばっかりなんで、私個人で取られた金額はね、到底そこに及ばないんで、受け付けてくれる可能性低いんですけど、アドレスを追うとですね、被害者は私だけではないみたいなんで、もっと大きい被害額になってる可能性はあるんですよね。なので、そこは諦めずに追っていきたいと思います。あとね、X を見ていた方ならもうご存知かと思いますが、今回からこのチャンネルのスポンサーに、日本最大のクリプトメディアのコインポストさんがついていただくことになりました。コインポストさんが YouTuber のスポンサーするって通常ではないみたいなんですけど、今回は特別にしていただいたということで、こちらも本当にありがとうございます。これは皆さんの応援のおかげだと思ってます。このチャンネルで、普段見ていただいている方ならわかると思いますが、このチャンネルとコインポストさんのコラボって、一番ありえない組み合わせで、このチャンネルって割とですね、仮想通貨業界に起こったことに対して、ほぼ NG ワードなしに好き勝手言ってるチャンネル。かたやコインポストさんはね、日本政府とか、デジタル庁と協力して、世間に Web3、ブロックチェーンのいいイメージを出していこうと頑張ってるところなんで、真逆なんですよね。真逆というか、ジャンルが違う。私もね、どういうテンションで動画撮っていけばいいのか、未だにわからないんですけど、コインポストの代表、加賀美さんからはですね、今まで通りでいいから、って言われたんで、こっちとしては不安しかないんですけど、とりあえず今まで通り発信していこうと思います。で、あとね、私がコインポストさんに協力できることとしては、コインポストさんが今現在展開していることを、このチャンネルを通じて拡散していくことしかできないんで、それをね、毎動画紹介させていただこうかなと思います。もう X や他の SNS で話題になってますけども、コインポストさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が、今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスタワー東京で開催されます。私もね、去年参加させていただきましたが、日本だけではなくてですね、各国から人が集まってますんで、前夜祭、サイドイベントを含めると、とんでもない規模になってます。会場をまたぐどころかですね、電車に乗って別な地域に行って、またその地域でも一祭りあるみたいな感じになってるんで、国の祭りみたいな感じになってるんですね。去年もね、ひろゆき氏 VS ビットフライヤーの狩野さんとか、他にも成田祐介さんとか、有名な方たちがたくさん来て、業界外でも話題になってましたけども、今年はね、去年以上の規模で、さらに超ビッグゲストが来ると予告もされてますんで、Web3、ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。Web3 業界で話題になってる有名人が実際に見れますからね。あと国際イベントなんで、英語が喋れないと楽しめないんじゃないかと思われる方もいるかもしれないですけど、一切英語喋れない私でも去年楽しめたんで、そこはね、全然大丈夫だと思います。あと去年はステージで、英語でスピーチされててもですね、観客は日本語で聞き取れる、そういう機材も配布してたんで、日本語だけでも全然楽しめると思います。で、なんとなく雰囲気知りたいという方はですね、私が去年 WebX に行ってた時の動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、5月中の購入でかなりお得な価格で買えるとのことなんですが、概要欄のリンクから飛んでいただくとですね、さらにそこから 20% オフで購入できるとのことなんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。では、ここから通常通りですね、仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。
まずビットコイン関連から見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローが更新されてまして、結果としては全体でプラス 0.66 億ドルの純利入を記録しています。内訳としてはフィデリティの FBTC がプラス 0.38 億ドル、ビットワイズの BITB がプラス 0.2 億ドル、バンエクのホードルがプラス 0.07 億ドルと、他がゼロとなっています。いつも純利率を記録しているグレースケールの GBTC がゼロで終えてますが、ブラックロックの IBIT もゼロと、他もそれほど流入もなく若干のプラスとなってますね。ただ昨日の香港の現物 ETF のフローは大流出で、ビットコイン、イーサリアムともに全社純流出を記録しています。今まで全体のフローは数百万ドル規模だったんですが、昨日は3900万ドルのマイナスとなってます。この香港の ETF に火がつく時が来るんでしょうかね。あとこれはこのチャンネルでは先週末にお伝えしましたが、 ETF の週間流入額がプラスに転じたのも話題になってます。米国のスポットビットコイン ETF は先週プラス 1.1 億ドルの純利入となってますね。今週もプラスで終えられるのか注目です。あとオンチェーンの方ではあるクジラウォレットが10年ぶりに稼働したのが話題になってます。今回送金されたのは合計 1000BTC、 2つのウォレットに送金されてます。ついこの前もですね、10年ぶりに送金が確認されたクジラウォレットありましたけど、やっぱりちょっと慌ただしくなってるようですね。これらが取引所に送金されるとなると、また市場にも影響しそうなので、注意して見ていきたいところです。ビットコインの価格は現在 62,400 ドルあたりを推移しております。昨日の要人発言の方では、FRB 副議長のジェファーソンが、インフレ率の再上昇を懸念していると、金利を維持することが適切だと声明を出したこと、またイエレン財務長官が、為替介入は稀であるべきで、他国への伝達が必要であると、日本の為替介入を牽制するような発言をしたことで、それぞれ市場に影響が出てます。米国債金利が 4.48 を推移しておりまして、ナスダックが 18,190 ドル、S&P500 が 5,221 ドル、ダウ平均が 39,430 ドル、金ゴールドが 2,340 ドル、日経平均が 38,200 円、ドル円が 156.4 円となっております。個別株の方では、ゲームストップの株価が 100% 以上急騰したのが話題になっています。要因としてはですね、3年前のゲームストップ事件の仕掛け人と言われていたキールギル氏がですね、3年ぶりに X のアカウントに投稿してまして、この画像が彼の復活を意味するのではないかということで、ゲームストップ株に買いが殺到しています。でまた2011年当時もですね、様々なミーム関連が急騰して、このキースギル自身もミームで一財産を築いた人なんで、今回もそれに合わせて仮想通貨関連のミームが買われてます。ペペを筆頭にですね、ミームが爆上がってますね。私の盗まれた資産も、ミームが結構あったんで、今回の上昇見てると吐き気がしますね。あとは先日ビットコインの購入を発表したメタプラネットが、企業の準備金にビットコインを追加したのがグローバルでも話題になってます。メタプラネットの発表ではですね、近年の円安に対応するためとされてますが、これも今後株価にどう影響するのか注目ですね。ビットコインの先物の方では OI が全体でプラス 3.0%、額としては289億ドル相当、増加傾向にあります。比率としては全体ではロングが 51.1%、バイナスミンはロングが 57.3% と、バイナスミンが弱気になってますね。今後の指標としては、本日5月14日に A 雇用統計、ドイツユーロの景況感指数、米生産者物価指数 PPI、パウエル議長の発言、そして5月15日に米消費者物価指数 CPI、小売売上高などが控えております。市場全体で見たらですね、需要指標が控えながらも、個別株が盛り上がっている状態、仮想通貨市場単体で見たら、ビットコインが先日下げた分を取り返すかのように戻ってまして、またキースギルの復活から、ミーム関連が高騰しているといった展開なのかなと思います。今日は明日の米 PPI、CPI 次第だと思いますが、ビットコインのチャートだけ見たら、再度6万3500あたりで弾かれた形となっています。上は6万4000を抜けられるかどうか、下は再度6万ドルで耐えられるかどうかが焦点になると思います。今後の市場どこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2940ドル、BTC 建ては 0.0470 と、先週からさらに下がっております。先物の方で OI が全体でプラス 1.6%、額としては102億ドル相当、先週からさらに増えております。比率としては全体ではロングが 50.3%、バイナスミはロングが 79.2% と、全体では拮抗しております。こちらは先日からずっと変わらず厳しい展開が続いています。BTC 建ても順調に下がっていますね。何かしらサプライズがないと難しいと思います。ドル建てチャートだけ見たら、節目の2800で耐えて、3000でまた弾かれた形になってます。2800抜けるとなると、次は2600が見えてきますが、このイーサに起死回生のファンダが出るのかにも注目ですね。あとここからその他の動向になります。アメリカのバイデン大統領が、米国でマイニング施設を展開している中国系企業、マイワンパートナーズに対して、米軍ミサイル基地付近の土地所有を禁止にする命令を出しています。これずいぶん前にですね、
アメリカの土地に中国系のマイニング施設が立ち始めているというのが話題になったんですけども、まあ、その時も中国系の企業がアメリカの土地を買ってマイニング施設を建てるのはいいんだけど、なぜか米軍基地の周りばっかり施設が立ち上がってると、なんかされてるんじゃないかってことでね、まあ問題視されてたんですよね。まあ、ただ今回ようやく禁止命令が出たみたいです。イエレン財務長官はですね、本日の命令は米国の国家安全保障を守るというバイデン大統領の確固たる決意を強調するものであると声明を出しています。アメリカと中国のやり合いがこれで収まるのか注目ですね。あとはバイデンの対抗トランプも話題になってますね。X で100万人以上のフォロワーを持つアカウントを対象にした著名人の仮想通貨保有ランキングでトランプが首位になってます。トランプの保有量は現在680万ドル、続いてジャスティン・ビーバーが44万ドルとなってます。ただこのトランプの保有のほとんどがですね、まあ、マガとかのミームになってます。最近の高騰でまた上がってますね。まあ、先日もこのトランプが仮想通貨を押したことで話題になりましたが、まあ、こちらも大統領選に影響するのか注目ですね。あとは DYDX が創設者のジュリアーノが CEO を退いて社長兼会長に就任したことを発表しています。新たな CEO にはルブザメンが就任してますね。まあ、DYDX 側は規制が理由ではないとしてますけども、まあ、今までのケースを見てもですね、まあ、創業者が一線から退くって、まあ、あんまりいいファンダではないんで、まあ、市場の評価もねちょっと厳しくなってると思います。まあ、今市場全体が上昇傾向ですけども、まあ、DYDX は BTC 建てでマイナス 2.3% と、まあ、比較的弱くなってます。時価差が82ですね。まあ、バイナンスもね、CZ 撤退後どうなるかと思ったんですけども、まあ、結局は BNB も回復しましたんで、まあ、この DYDX もね、再度上向けるのか、まあ、その後の展開に注目したいですね。あとここからアルト関連ですね。ベースのレイヤー3、デゲンチェーンのブロック生成が停止してます。デゲン上の DEX やブリッジが機能しなくなってるようですね。もう1日経ってますけども、まだ動いてないっぽいです。デゲンの価格は 0.017 ドル、BTC 建てはマイナス 4.8%、時価総額は273位と。ベースチェーンが立ち上がってからですね、一時600倍になって話題になりましたけども、まあ、厳しい展開となってます。まあ、こちらも再度復活できるのか注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。